おはようございます。茂木耕作三浦研究所長令、今日は令和5年2月16日でございます。砂塚森忠さん、おはようございます。森本茜さん、善くん、寛くん、おはようございます。昨日はね、楽しかったですね。そして善くん、すっかり元気になったみたいで、放送も元の調子を取り戻しておりますね。いや、いいな。なんか、あの、茜さんもね、昨日お仕事の話、昼休みにあげてくれたんですかね。なんか出先のワイワイした音の中で、あ、でもこれは本当に伝えたくて喋ってるなっていうのが、なんちゅうね、雑踏の中からなんだけど、でね、ほんの隙間時間で、あ、おはようございます、あかねさん、ほんの隙間時間でね、忙しい中、5分6分ぐらいだったかな、5分6分で信頼の話を話しきれるって、これすごいことで、でもなんだろうな、そのまとまったから話したわけじゃないんじゃないかなと思ったんですけど、実感が湧いたから話されたんだと思ったんですよね、聞いててね。ですごくそれが伝わるというか、あれ多分文字起こししたら、なんだろうな、そんなに、なんていうの、分かりやすい分かりにくいでいくとさ、なんだろう、信頼ってさ、目に見えないもんだから、受け取れる人と受け取れない人いると思うんですけど、なんか昨日のはね、音声で聞いてよかったなぁと思いましたね。やっぱりさ、その相続とかって、まあ僕直接じゃないけど、まあ当然ね、先週先々週ぐらいにいろいろお葬式とか納骨とかあって立ち会ったり、近くで見たりとかってしてくると、まあそりゃさ、だって日常的によく起こることで慣れるっていう風なプロセスがありえないからさ、そうするとまあみんな誰だってさ、全員緊張するのよね。全員緊張するよ。その受ける対処する側とお願いする側と両方ね、でそのシーンがすごくよく伝わってきたし、でなおかつそれがこう徐々にこう対話の繰り返しで、あ、この人にまずね、その自分の言葉とか感情とか受け止めてもらうと、あるところから事実の整理ができて、で事実の整理ができた段階で、まあ手続きの論理が組み合わさっていくっていうね、まあ、その段階でこう徐々に信頼に変わっていくっていうことがね、こうわずか5分で伝わるっていうのは、あれすごい放送だなと思いましたね。あれってだから、なんていうのかな、ほぼ同じような内容をどこか YouTube で詳しい人が解説してたとしたら受け取れないと思うんだよ。だけど現場で雑踏の中から実感したその瞬間に声にしてくれたことで、それが一番それこそ信頼を得る発信の仕方というか、何を喋ってるか自体は、まあそれは相続の手続きにおいて信頼が大事なことは多分みんなそうだよねと思うと思うんだけど、昨日のあかねさんの放送の中身ぐらい伝わる内容っていうのはそうそうないんじゃないかなと思ったんですよね。これなんだろうな、例えばプレゼンテーションのスライドにまとめたら感情がまずきますよ。その次に、
に起こった事実をテーブルに並べるターンが来て、で、それに対して法を当てはめたり手続きを当てはめていくと、次に行うアクションはこれですよっていう、例えば綺麗な図を作ろうと思ったらできると思うんだよね。資料を作ろうと思ったらできると思う。それが欲しいわけじゃないよねっていうねやっぱり人間が緊張した、お互い緊張した状態から向き合って、でお互い徐々に相手を信頼するようになっていくと、で寄り添う側と寄り添われる側で、なんていうか唯一無二のね絆みたいなものが少しずつ作られていくわけじゃないですか。なんかその僕最近ね、散々そのチャット GPT だとかミッドジャーニーで AI で絵を描くとか、とにかくその AI の進化の凄まじさをねこうよくシェアしてるんですけど、それってやればやるほど本当に人がこういうところで価値を持ってんだなっていうのを浮き彫りにさせるんですよね。だからなんかその茜さんの昨日の放送にはもうそれをすごく感じましたよね。AI で、対話して、まあチャットボットにねどうすればいいですかと聞いてやっても、例えばなんだろうな、最終目的としては同じ手続きが完了する可能性もありますよ、未来はね。どんなに難しいものであっても適切に処理してくれるような、AI が出来上がってもおかしくないなと思うんですけど、ここまで進化してくるとね。なんだけど、これは茜さんに対して、受け持ってもらって、信頼、緊張感の中から感情が少しずつ表に出て、その上でこう事実が見れる冷静さに少しずつ移行していって、その後それを感情と事実を受け入れるっていう手伝いをしてくれた目の前の人間に対して徐々に信頼を覚えていくっていう、これはね、なんか人じゃないと怒らないよね。だからその手続きとか情報に価値があるんじゃなくて、その感情の浮き沈みと絆とか信頼とかそのものだけにこう価値がフォーカスされていくっていうか、なんか昨日の話聞いてて、あかねさんに何かあったらお願いしたいなって思うよね。まあ僕にもね、その何かあったら相談してくださいと声かけてくださいましたけど、まあ、幸いね、その妻は妻で、自分でこうやってますけど、でそんなに大きく、なんだろうな、幸いこううまくいってるというか今のところね。でまあお母さんもすごいなんていうのかな、ある意味、しっかりされてて、まあなんだろうな、受け止める力がすごいなとも思いましたよね。なんていうかレジリエンスっていう言葉があるんですけど、その昨日ね、周平さんがさ夜な夜な話してる時に、その人と人のこう間に立ってバランサーとしてこう調整役としてやるっていうなると、まあ心理的には結構ストレスかかるよねという話、昨日ね夜会で夜な夜なしてたじゃないですか。そのストレスに対してのこう耐性ですね、こらえきれるっていう、なんかその単純に強いだけでもある場所を境に折れてしまうっていう、でもその見た目いろいろ食らったりなんだりこうへこんだり上がったり下がったりみたいなのをしてそうでも、男性力が
ってこうしなってまたもう一回も時間さえあれば持ちこたえるみたいな、そういう心理的にこうストレスを受けても持ち返せる力みたいなので、なんかその周平さんの昨日の話聞いててすっげえあんだなっていう思ったんですけど、だからそのうちの場合はなんかね、お母さんもそういう方だったし、割とねうまくなんていうかな、ゆっくりお別れした後でのいろんな手続き自体もまあ今なんていうか大きな混乱なくねできてるんじゃないかなと。まあ、ちょっとね昨日のあかねさんの話がすごくね響いたんで、ちょっとその挨拶の途中でもう15分使っちゃったあかねさんだけはい、山本健太さんおはようございます。山本健太さんの話、昨日ね中島明さんが 夜来てくれて健太さんのエピソードトークしてくれたんですけど、めちゃくちゃ面白くてもうみんなさなんかすごい、まあ明さんの話も面白いんだけどさ、やっぱり健太さんがどういう風な表情で何を言ったかっていうのがすごい浮かんだんですよね。多分でお互いみんな同じものを思い浮かべてるだろうなっていう確信もあって、根性でうまくなるわけじゃないっていうのをね、こうツボツのラグビー軍団200名を前にしれっと言うっていうね、いやー刺さりましたね、なんか面白かったな。いや健太さん自身からねまた直接お聞きできたら楽しいかもしれませんね。はい、清水信之さんおはようございます。昨日もねコメント欄盛り上げてくださってありがとうございます。寺井修華さんおはようございます。中村修平さんおはようございます。昨日もありがとうございました。今日もセントレア頑張ってください。まだ友人さんおはようございます。中島明さんおはようございます。昨日のやっぱ秀逸だな、なんかもう抜群っすね、ああいう話させると昨日の中島明のエピソードトーク3本はちょっと切り抜いて、ハイライトしておきますもうめちゃくちゃ笑ったな。なんかいやまあ山本健太エピソードも面白かったんですけど、いや息子さんのね一人旅の話ねなんかもうオチ見えてんだよ3秒ぐらい前から。明さんってもうすごいベタな話しかしないっていうさ、まあみんなこうね分かってるから、でそんな大きな大どんでん返しのオチでなくてベタですよっていうのを最初からこうみんなでなんていうか安心して聞いてられるよね。まあどうでもいい話しますねってなって、で息子さんの話されて、あでこうでこうで電車が予約してで出かけてって、まあ最後のオチもなんていうかネタバレしてても何回でも笑っちゃう多分だってさ3秒前からオチが読めてんだもん、全員オチ読めてんだよ。だけどなんかさなんだろうな、オチになった瞬間の来るぞ来るぞってみんな期待しててできるかいってなった最後の一言の時に、なんていうかはい皆さん笑っていいですよのゴーサインが出た時のもう気持ちよさねっていうかめちゃくちゃ笑った。いや面白いな、いや面白いですね。あれはなんだろうな、あれね、その明さんのキャラでもあり技でもありトーク力でもあると思うんだけど、なんかその受け手側もさ、普段明チャンネル聞いててリズムが分かっててなんていうのかリズムが上がってるしどういう風に落ち持ってくるとかって癖も上がってて、だから余計にねなんていうのかな、あれこう4人でチームで作り出した笑いだと思うんですよなんでなんか最後さ落ちになった時にさ
かいい笑いを4人でこの4人で作れたねっていう、そのアキラさんをこうステージに上げさせて、こう後ろで、なんていうか、照明とか大道具とか小道具とかの係がこうわちゃわちゃ動いて、最後のフィナーレでドンって息が合ったぴったりの状態で決めたってなった時の気持ちよさね、なんかすごい4人で作った笑いだなっていう感じがしてね、すっごい良かったですね。 最高やった。 いや、あんなのなかなかないんだよね。いや、ほんと面白い。しかもあれをね、オンラインでできたっていうのがね、俺はすごく感銘を受けました。あれ、なかなかその飲み会とかでは偶発的に起こる可能性があるんだけど、その実際のね、居酒屋さんとかでやった時に、たまたまメンバーが良くて、みんなこう、なんていうか、いい感じで出来上がってて、で、そこにいい感じのエピソード道具がハマってドーンってなるみたいな。キャッハみたいな。まあまあ、あれはイメージつくんだけど、これね、なかなかオンライン上のところであそこまでの爆発を起こせた記憶がないですよ。なんだろう、いろいろこの3年間でね、いろんなズームミーティングやら何やらやってきましたけど、昨日の過去一面白かったな。あの瞬間忘れられない。 面白かったな。はい、あと、なんだ、そう、佐藤直君、おはようございます。直君のね、青森か、飲みすぎた酔いを覚ますためのエピソードトークだったわけですけど、 酔いも吹き飛ぶような笑いだったじゃないですか。 いやー、直君いいな。なんか南の島に合宿ですか、合宿じゃなくて、なんだ、キャンプか、キャンプがちゃんとあんだね。いや、なんかキャンプレポートとかやってくれていいんですよ。 やってくれていいんですよ。まあ、別にライブじゃなくてもいいけど、写真でもテキストでもいいですけど、久米島なんていいんじゃないですか。すごい見たい景色ですよね。はい、なんかね、その全国さ、みんなこう旅行に行くってことが結構貴重になったじゃん、僕らはね。そのなかなかおいそれと動けなくなっちゃったもんだから。だから逆にその自分の地元でとか、自分がたまたま出かけてとかっていう場所の何でもない風景とかを、サロン内でこうちょっと共有していただくとですね、風景だけで何も言ってなくても割と価値あるかもしれないですよ。いや、ちょっとやってみてほしいな。俺もやるわ。まあ、そのちょっと久々に外散歩しながらの風景ライブやりますかね。久米島なんて見たいよ。あと周平さんのさ、セントレア周辺の話とかでもいいし、まあ作業場ね、映せない場所もあるのかもしれないですけど、どこの街とか、どんな天気とか、自分にとっては当たり前の風景だったり、なんてことないっていうものでも、メンバー同士にとしてはとってはさ、割と新鮮だと思うんだよ。小山愛さん、おはようございます。 旅レポお待ちしております。そんなわけでね、ちょっとハッシュタグ風景で、各自ね、今いる場所の、これを見ていますよ、私はこれを見ています、これに感動していますとか、これが素晴らしいんですよ、皆さんどうですかっていう、そのインスタ映えの世界は、なんていうか、ストレスかかっちゃうじゃん。頑張ろうとしちゃうから。じゃなくて、今自分が見てるものを、ただ、なんてこともないし、どういう価値があるかも、自分でもさほど期待しないけど、ちょっとサロン内投稿してみませんか。ハッシュタグ風景で。 ちょっとね、僕も名前から出してみます。はい、ということでね、今日も皆様一日どなたと笑いますでしょうか。わーまま茜のね、最後の、今日も明日も明後日もみんなが
元気で笑顔でいられますようにっていうあれにね、毎回グッときちゃうっていう、これ何度も言ってるんですけど、いやだから本当ね、どんだけ何を成し遂げるかとかさ、そういうのがこう夢だったり目標だったり、あそこまで登ってやるぞとか、こんなすごい人になってやるぞとかっていうモチベーションで頑張ってた時代があるんですけど、いやなんかもう今日も明日も明後日もみんなが笑顔で元気でいられますようにって、それを言葉にして願ってる人がいるっていうのに、ただただグッと来てしまうっていう、そして、ね、今日も一日笑顔で上機嫌で、過ごせたらそれが一番最高やなっていう、そういう感じになってる自分がね、ちょっとすごい不思議でもあるんですけどでもね、本当になんかそう思うんだよね。皆様良き一日をって最後終わる時に、いやなんか本当にね、サロンメンバーさんがこう今日も良き一日を過ごせたら本当に嬉しいなっていう思うようになってます、僕はね。あかねさんのおかげだな。そしてこうなんていうか、まあね、その多いか少ないかわかんないこの10人っていう人数でもすごいちょうどよく盛り上がって楽しいし、なんていうの、一人ぽっちで寂しいともならない、でもちょうどよく盛り上がって楽しいけど、なんか多すぎてなんかトラブルが起きそうな不安定な感じでもないっていう、まあでもね、これがまた増えたり減ったりって必ずね続けていけばいつかあると思うんですけど、でもなんだろうな、あ、ここは同じでずっと行きたいなと思うのは、もうメンバーに入ってくださった方もね、今日も良き一日をですよ。なんかそれだけはね、ずっと変わらないでこう続いたらいいなと本当にね思ったりしております。ということで皆様良き一日を。じゃあね、あかねさんありがとうございます。